はい、皆さんお疲れちゃんでございます。ラブルルでございます。ということで本日はですね、シティバスシュミレーター2024ということで、最新版のですね、こちらのバスシュミレーター、まあ右上に書いてありますけども、デモバージョンということで今出ておりましたので、まあやってみたいなと、バス芸人のラバちゃんとしてはやんなければならないというところでですね、はい、こちらの方起動してみました。で、あの気になる皆様ハンコンなんですけども、対応はしておりませんでした。でこれね、ジョイスティックが、これちょっと今エリコンさしますよ。あのね、まだこれデモバージョンだからだと思うんすけど、はい、今刺しました。これエリコンっすね。エリコンがゲームパッドで一応認識はされてるんですけど、なんでしょう、このブレーキとかこの全部ね、なんでしょう、この中途半端にアサインがされてる状態で、全部自分でやんなきゃいけないんですよ、これ。なので、めんどくさいんで、基本的にはキーボードだと思ってください、デモバージョンはね。で、これ多分ね、製品版になるときは、Steam の入力とかで、デフォルトで、多分ピッと押したら、対応してる、デュアルセンスとか、プレイステーションデュアルペンセンスとか、エリコンは、多分ね、プリセットが入ってるはず。そう思いたい。で、今回はちょっとキーボードでやっていきたいと思います。この日本語訳がね、結構ちょっと微妙なんですよ。で、日本語に対応してるんで、一般のここから語源から日本を選べば日本語になりますんで、はい。ということで、早速やっていきましょう。めちゃめちゃ綺麗なんですよね、画像が。はい、ということで、デモにロックインしましたということで、一応カスタマイズとかいろいろありますね、これね。あ、すげえ、可愛い女の子がいる。ガレージ。ね。ちゃんと購入とかもできますね。でも、お金が足りないので、とりあえず、あれか。多分、ホームページが多分、ホームってことだと思います。よし、ゲームに飛び込む。はい。あ、すげえ。アンロックのやつが出てくるんですね。ダウンタウンエクスプレスということで、ここはなぜか日本語訳になってない。7個のバスストップを多分行くということですね。はい。ここがノットコンプリートなんで、クリアしてないと。で、スタートルートしましょう。はい、ということで。はい。ルート20240か。はいはいはい。ハンドブレーキ。はい。ああ、いいですね。スペースですね、ハンドブレーキ。あとね、ちょっとごめんなさいね。この、あれ？オプション出てこないじゃないの？危ない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 。申し訳ないんですけど、ミュージックめっちゃ邪魔なんですよ、これ。バグ？もしかして。あ、これ文字化けっすね、これ。あ、ギアは？ハンドル。チケットマシーン。チケット、まずいる？乗客は？乗客が乗ってるかが見えません。乗客乗ってんの？これ声だけ聞こえますけど、いや、ちょっと待ってよー、ちょっと待ってよー。え、そんなことある？ちょっと文字化けしてるからね、全く分かんないんですよね、これ。え、ギアは？ちょっと待って。サイン、ライト、スロットル、はいはいはい、ステアリング、リフト、シグナル、はい、シグナル、シグナル、シグナル、バック、はいはいはい、チェンジカメラ、はい、カメラ、ホーン、はい、ストップ、あー、エンジンをまずつけなければならないってことか。はいはいはい、はい、つきましたね。あー、エンジンがやっぱつかないとダメですね。で、カメラ、はい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 、なるほどね。はいはいはい。よし。あれ？これでいいんじゃないんです？とても暑い。はい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 。ちょっと待ってください。とても暑い言われてますけど。はいはいはい。エアコン、エアコン、はい、U。U。なんでそんな、ちょっと待ってください。エアコン入ってますけど、
ちょっと待ってください。待って、ちょ。待ってください。エアコン、はい、エアコン入れましたね。はい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 。OK？ 入れましたね。はい。で、チケットマシーンは大丈夫？ちょっと待ってください。これあんま関係ないのかな。でもちょっとあれですよね。あー、ちょっと待ってください。ちょ。まい。で、オープン、はい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 。あ、ちょっと待って。あ、バグりましたね。動いたっぽくね、俺。FPS やばいことになってますけど、そんなに使用してないのに、ね、GPU も8、でも GPU、はいってことでまた復活しましたけど、よく、ちょっとわからないんですよね。お、すげえ、重い。あ、そうだ、エンジンかけて。はい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 。軽さとしてはどうなんでしょう。あー、重いね。めちゃめちゃ重いじゃないの。ちょっと待ってください。これは重すぎっしょ。グラボ使いすぎ。なに、レゾリューション。どういう、あれなんですかこれ。ジョロップアイテムって何ですの？フレームレートもう30でいいね。オフ、カメラビュー。はいはいはい。プッシャークオリティ、パフォーマンスでいいっすね。なんでこんな、最高品質になってたの？ OK？ 適用されてる。コンティニュー。はい、あ、貼り付きではなくなったけど、でも99。ああ、でもまあ若干は良くなったかな。あ、ちょっと待ってください。はい。開ける。開いた。開きましたねー。いらっしゃー。待つことで目になった。シワあなたを東魚に報告します。え、なんでなんで報告すんの。ちょっと待ってよ。どういうこと？チェンジってことだよね、多分変更って。ちょっと待って。ちょっと待ってくださいよ。アップとかズームとかないのこれ。スイッチライトホーンセレクト。クローズオール。チケットマシン、はい、チケットマシン。これだ。はいはいはい。2ドル。1、2、3、4。はい。OK。待つことで目になった。でも、なんでしょう。これ、ちゃんと日本語で言ってますけど。待つことで目になるってどういうことですの？で？あ、重い。もうちょっと軽くしてくんないとできないですよ、これ。はい。閉まる。はい。じゃあ行きましょう。待つことで目になる。ちょ、こっちか。オッケー。ああ、結構運転はしやすいかな。危ない。どっち通行ですの？多分右？
あ、右っすね。で、オッケー、大きく曲がっていく。おいと。さて、あ、ここか。はいはいはい。ちょっとウィンカーを出す余裕ありませんよ、キーボード操作。はいはいはい。よいしょ。はいと、おマットさんでございます。はい、いらっしゃい。また言うの？入れすぎます。稼ぎますって言った今。入れすぎます。入れすぎます。あ、入れすぎるっつったのね。はいはいはい。こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。今松野に飽きばきしています。松野に飽きばきしてんの？どういうことそれ？ちょっと日本語面白いですね。でこの文字化けなんとかしてください。OK。はいと。あ、こう。これ視点もちゃんと戻すボタン欲しいっすね。はい。あ、ちゃんとウィンカーを出す余力がちょっと出てきましたよ。はい。利子が上がったって。何の利子ですの？ OK。まあ、でもちょっと場所シミュレーター21に比べるとちょっとって感じっすね。残念ながら。グラフィックしかり、あれですね。はい、いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。4ドルと、はい。お疲れ。こんにちは、お嬢様。こんにちは、お嬢様なの？こんにちは、お嬢様。お嬢さんなの？男じゃなかった俺。こんにちは、お嬢様。はい。ごきげんよう。こんにちは。こんにちは、ごきげんよう。はい。こんにちは、お嬢様。こんにちは、お嬢さんじゃないよ。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは、お嬢様。はい、こんにちは。こんにちは、お嬢様。お嬢さんじゃねえっつってんだろうが。まあ、面白いからいいけど。OK、行きましょうか。閉まったでしょ。あ、閉まってない。OK。いただきまーす。OK。さて、まっすぐか。なんか、すごいね。日本語訳になってんのすごいよね。いきまーす。レベル1。まあ、でも、デモ版でね、この重ささえなんとかすれば、まあ、そこそこいいんではないのかな？ねえ、危ない。ごめんなさい。ほっ、お疲れ。はいと。こんにちは、お嬢様。こんにちは。なんで皆さん私のことを、こんにちは、お嬢様、女の子として認識してらっしゃるんでしょう。こんにちは、お嬢様。みんな、ちょっと所ジョージさんみたいな、こんにちは、お嬢様、声でしたね。こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。なんか間違ったお釣りを渡してみようか。試しに。はい。あ、そのまんま行っちゃうんだ。間違ってますよーとかないんだね。OK、じゃあ行きましょう。このまままっすぐ行って、道なりに、曲がって、はいと。まあ、マッチとしては大きいね。マップとしては。マップとしては結構、大きいんじゃないっす？はいと。時間通りに来ましたね。こんにちは。はい、こんにちは。1、2、3。こんにちは。2、はい。はい。こんにちは、お嬢様。1、2、はい。こんにちは、お嬢様。はい。お嬢さんでございます。もうお嬢さんでいい。はい。こんにちは。オッケー。はい。あ、そうだ。エアコン入れなきゃいけないんだね。エアコン。あ、エアコン入ってるか。はいはい。オッケー。両方。はい。じゃあ行きましょう。あれ？あ、閉まってないのか。オッケー、行きまーす。
さて曲がって大糸。うわあ、慣れるとこれはこれで全然キーボードでもいいっすな。そんなにちょっとボタン足りない感はあるけど、まあありっちゃあり。ただまあグラフィックに関して言えばまだって感じっすね。これはパスシミュレーター21には勝てない。ニューヨークらしいっすけどね、これ。まあグラフィックがちょっと重いってところっすよね。この重さはなんとかしないと、多分プレイできる人がものすごく限られてしまうと思いますので、まあまだデモ版とはいえこのカクカク具合かなり重いのではないでしょうか。だってね、もう19とかっすよこれ、3、4060とかで、あら重いっすね。あーダメっすね。アウェイアウェイ、はい、お疲れ。こんにちは、お嬢様。こんにちは、お嬢さんではないけども、いいですよ、もうお嬢さんで。こんにちは、お嬢様。はい。なんかちょっと所ジョージさんの声みたいな。こんにちは、お嬢様。はい、お嬢さんでございます。ラバちゃんでございます。こんにちは、お嬢様。この言い方。ねえ。はい。こんにちは。このデニムのテキスタイルとか結構あれですよね。こんにちは、リアル。お嬢様。はい、お嬢様です。お疲れ。はい。OK。行きましょうか。ちゃんと日本語のあれ入ってんのすごいっすね。AI かもしれんけど。そこら辺はすごいと思いますよ。お、OK。あ、ごめんなさい。行きまーす。あ、レッド、これレッドシグナルじゃないの。なんでそんな危ない。戻ってきたってこと？ちょっと待ってください、待ってください。これは、こっちですね。はい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 。はい。危ない。入れてください。ありがとうございます。OK。危ない。何かを請求されましたけど、これはどっちに行けば、どちらに行けばいいのでしょう、私。視点、カメラ、カメラ、はい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 。カメラ。あっちかな？すーげー回してるじゃないの。はいはいはい。ここっぽいっすね。鳥が、鳩がめっちゃ隠すけど。そしてなんか、すごい変なところに信号のマークがついておりますけども。はい！これで OK じゃないのかな？カメラ。はい、カメラ。はい。で、開ける。はい。あ、お疲れちゃんでございます。はい。お金みんな払ったって感じかな。はい、なるほどね。文字化けしてますけど。はい、チェック。はい、ということで、ちょっと一本走ってみましたけど、やっぱりですね、まあ、こういうところで見る分には結構いいんですけど、やっぱ重い。だいぶ重いっすね。もう 100% 張り付きなんで。はい。まあ、ここもちょっとね、まあ、多分デモバージョンから改善はされるはずです。多分。うん。で、ゲームとしては、まあ、多分パッドでプレイするゲームだと思うんですけど、かなり操作性はいいです。はい。ものすごくシンプル。これぐらいシンプルなのが楽しめると思います。複雑よりは。うん。で、ちゃんと日本語に対応してるのもそうだし、あと乗客の会話がちゃんと、まあ、ちょっとおかしいですけど、日本語になってるっていうのも評価が結構高いところなのかなというところで、まあ、一番やっぱグラフィックっすね。グラフィックが重い。そこだけちょっとかなり改善をしていただければ、だいぶ、
まあ、マップ云々はちょっとね考えるとして、あのニューヨーク舞台っていうのは今までなかったと思いますので、はい、結構面白いゲームになるのではないのかなと踏んでおります。はい、まあ、精神版出ましてね、あのパッドでプレイできる感じで、あのちゃんと適用できたらですね、私の方もちょっとやっていきたいなと思いますんで、あのデモ版ね出ておりますんで、ぜひ皆さん、あの概要欄にリンク貼っておきますんで、ご興味ある方はチェックラウしてみてください。はい、ということで、またですね面白そうなゲームありましたらやってみたいなと、デモ版とかねありましたらやってみたいなと思いますんで、皆さんそちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。